よう、こっちだターボ。RK か、いつも数だけは揃えてきやがる。僕らを桑名さんとかに行かせたくないってこと？こっちの動きはお見通しってわけだ。もう人目があってもお構いなしって感じだな。何あそこ、ちょっとヤバくない？警察呼ぶ？海藤さん、あんま時間ないんだ。いつもより薪で頼むよ。おい、急いでんだとよ。ボサッと突ったってねえで来いや。そこの4人、動くな。肝心な時いないで、面倒な時に来るんだよな。あいつらも公安の差し金か。さあね、どの道構ってる暇はないんだけど。おい、大丈夫だ。そいつらは俺が知ってる。鍋さん。こっちは御子柴の件で江原を調べられることになったぜ。お前らこんなとこで何やってんだ。桑名がまずいことになってんです。警察にも応援頼めますか。まずいってなんだよ。下がっててください。こいつらは我々で取り調べます。それは後で。人が殺されるかもしれないんだ。黙れ。なあ、こいつらの身元は分かってんだ。ここは俺が補助するから。何すんだ。
そっちこそ邪魔をするな。お前、所属と名前は？こっちはあんたよりずっと上の指示で動いてんだ。いいから引っ込んだろ。刑事が警官にわっぱかけられたらもう終わりだぞ。誰の指示がありゃ刑事殴れるんだ。なんか妙な雲行きじゃねえか。全員手を挙げて車の方向け。早くしろ。あれ、八神さんじゃん。こんなとこで何やってんの？まっつん、あかね。おい、これだ。ちょっと、なんだよ。いや、皆さん、警察が友達のスマホを奪おうとしてます。これって許されるんでしょうか？ナイス杉浦、車だ。オッケー。やめろ。誰か、おまわりさんが触ってくれ。やるじゃねえか、あいつら。行くよ。おい、おっと。テッソ。RK と警官以外は味方みてえだな。ああ。よし、クアナんとこに急いでくれ。了解。分かってますって。つくも、倉庫に着いた。そっちから見える？いえ、見えますぞ、八神氏。こちらは RK がそこら中にいるという状況です。相馬は？姿は確認できてません。桑名さんもまだです。そっか、倉庫に入っていった RK の人数は？ざっと100人ほど。 100？ とにかく倉庫が広いもので、その100人が河合の死体を探し回ってるようです。まだ運び出された様子はありません。スクモ君、車は倉庫のどこにつけたらいい？敵はもう皆さんに気づいて待ち構えています。どこから行ってもお出迎えは避けられません。ってことは正面から堂々と行けってことだ。始めようか。なんか前にもこのメンバーで似たようなことがあったな。血が騒ぎますね。生きてるって感じがしますよ。東さん、どんだけカムロ町で退屈してたの？行くぞ！Yeah!
何してんだ。この人たちみんな勝手にここへ入り込んできてんだよね。手当たり次第ぶちまけてやがる。河合の死体を探し回ってたんだ。ああ、だがこの様子じゃまだ見つけちゃいねえようだな。死体も桑名のこともよ。よし、探し物は後だ。こいつらぶっ殺せ。これでしまいか。こっちはまだまだいけんぞ、おら。見たことない番号からだ。え？桑名だ。おいでなすったな。これで役者が揃った。あんたもここにいるんだな。今どういう状況だ。あんた何やろうとしてる。河合の死体を餌にずっと居場所のわからなかった相馬をここにおびき出したんだよ。奴も今この倉庫に来てる。じゃあお前、楠本玲子に電話したのも全部相馬を捕まえるためだったのか。ああ、捕まえてその顔を光にさらす。奴が好き勝手できんのも闇ん中でだけだ。それを操る公安の黒幕も引きずり出してやる。そして
二度と楠本さんに手出しさせない。あの人はあんたを裏切ったんだぞ。分かってる。でもいいから手貸せ。相馬をおびき出せるのはこの一回きりだ。俺一人じゃ相馬を殺せはしても生け捕りにはできない。手借りたかったんならそう言っとけや。敵を騙すにはまず味方からずね。それにお前らが来なくたってプラン B はあったさ。いいか、俺は地下倉庫の一番奥にいる。もう相馬も近くまで来てる。急いだ方がいいみたいだな。ったく、100人に囲まれといてどんなプラン B があんだ。それはそれで見てみたかったかも。よし、行くか。下にも RK たちがいるんだろうね。だろうな。奴らは何やってんだ。おい、こいつらやっちまうぞ。悪く思うなよ。時間食っちゃったよ。行くか。開かねえか。裏からつっかえ棒でもしてるのかもな。おい、どうすんだ。他に行けるところがないか探してみよう。
こだ。怪しいな。なあみんな、お、何か行けそうな場所でも見つけたか。ああ、行けるかちょっと調べてくる。みんなは追っ手が降りてこないか見張っててくれ。分かった、後ろは任せとけ。慌てずに急げよ、タボ。これをなんとかしないとな。ふん、よいしょと。よっしゃ来たな。さっさとクワナのとこまで行こうぜ。その扉から先へ行けそうだね。鍵がかかってるな。ピッキングで開けてみるよ。もう少しだ。よし。さすが八神さん。嫌がるんだよ。タボ、杉浦、ここは俺と東で食い止める。お前たちは先へ行け。頼んだ東、怪盗さん。うるやまた荷物の山か。ま、八神さんと僕だったらなんとかなるか。よっ、この近くには RK はいないみたい。八神さんも進めそうな場所からついてきてよ。まだいるか。お、なんだってね。からでも気が。Yeah!
八神さん、ちょっとこっちも忙しくなってきた。先行っててくれる？おい、大丈夫か？多分桑名さんよりはね。ほら行って八神さん。くそ、すぐに追いついてこいよ。分かってますって。けたぜ。乗ってく。当然。真似しやがって、ぶち殺してやる。
しばらく寝とけっての。よし、行くか。おっと、またエレベーター。多分これで一番下まで行けるんだ。桑名さんも相馬もそこにいるはずだよね。なあ、行こう。死体と桑名一人だ。早く見つけてさっさと出ようぜ。誇りっぽいんだよな。本当に桑名もここですか。こんだけ探してんです。もう逃げたんじゃ。だとしても河合の死体はここだ。俺らが来るまで出てった車はないんだから。とにかく死体だ。桑名を後回しでもいい。相馬さん、ありました、河合の死体。ほらな、お前らやればできるんだよ。よう、どうなってる。俺が見つけたんです。今引きずり出そうとしてんですけど。すぐに運び出すぞ。こいつはある筋に高く売れるんだ。みんなよくやった。
桑名だ。隠れてやがったな。出てこいよ。俺らと交渉したかったんじゃねえのか。そんな銃撃たれちゃ交渉なんてできねえだろ。やっと見つけたぜ相馬。なんだよ、ネズミは全部で何匹だ。まず一匹、一番しょぼいのか。言ってな、この一番しょぼいのは俺らが相手だ。誰がしょぼいって。邪魔すんな。間に合ってくれたな、八神。これであんたの計画通りになったか。あとはそこの殺し屋を生け捕りにして吊るし上げたら完璧だ。俺を殺し屋だって、お前が言えた口かよ。何人殺してんだっけ。俺は元国語教師だ。口喧嘩なら相手が悪いぞ。そうか、やっぱりな。昔一番嫌いだったのが国語の専攻だ。相馬、お前はこじらせ果てたクソ野郎だよ。潜入だかなんだか知らねえが、一線超えるのをへとも思ってねえ。潜入ってなんだ。仲間の前で人聞きが悪い。沢先生を死なせた。絶対に許せねえ。そういうのは自分が有利な時に言うもんだ。みんな遠慮すんなよ。本気出していいからな。オッケー、任せとけ。おーや、さっさと終わらせようか。Thank you.
き合ってもらうよ。後ろだ。覚めた時、お前を守ってた闇はもうどこにもねえ。バンドにも見捨てられてんだろうな。何が秩序のための必要悪だ。一生檻の中で恥さらしてろ。済んだみてえだな。よう、そいつに近づかない方がいい。
それ以上引き出すと仕掛けてある爆弾が起動する。何？そして俺がこいつを操作してもやっぱり爆発する。なんだよ、そいつ味方になったんじゃなかったか。河合の死体がある限り楠本さんは解放されない。だから俺が始末しとく。お前らはそこを離れてくれ。桑名、ダメだよ。ダメじゃない。もともとこいつが俺のプラン B だ。お前らが間に合わないようなら相馬と一緒にこいつを吹き飛ばしちまってな。でも相馬を殺しちまっちゃ奥の黒幕には届かない。楠本さんはしがらみから逃げらんねえままだ。彼女には自首させてやれ。このまま全部隠し通したってあの人は何からも解放されないよ。罪を抱え込ませることになる。たった一人だな。その時あんたあの人のそばにいてやれんのか。できないよな。あんたももう闇ん中でしか生きられない人間なんだから。自首したら彼女またミツルと会えなくなるんだぞ。13年かかってやっと目覚ましたミツルと。それがお前の望む正義か。誰もが全員幸せになれりゃいいと思う。でも今俺が目つぶったら沢先生の犠牲は何だったんだ。彼女はもう声を上げることもできねえんだぞ。そこから目そらして何が正義だ。ならここにいる全員丸ごと吹き飛ばすしかねえ。できんのかあんたに。そっちが引かねえなら俺はやる。今まで何人殺してきたと思ってんだ。いや、あんたがそこまでのクズなら俺らはこんなとこまで来ちゃいない。あんたを助けに来たりしなかった。誰も手出さないでくれ。俺にはよ、多忙。桑名の言いたいことも分かっちまう。お前ら二人どっちが正しいか答えなんてあんのか。
っと来いよ。しっかりさあかかってきな。苦しませたくないんだ。人を幸せにしない真実に価値なんてあるのか。そうやって真実隠した結果が沢先生を死なせたんじゃなかったか。楠本さんのことはもう楽にしてやれ。本当はあんたも気づいてんだろ。歪んだ正義にはまた別の身勝手な正義がつけ入ってくるんだよ。その正義に言わせりゃ自分のやってることは正しい。だからそこに出る多少の犠牲には目をつぶるしかない。俺はそんなんじゃねえ。そうかもな。どの正義が正しくてどの正義が間違ってるかなんて誰にも分からない。でも沢先生の犠牲を踏みつけにして真実隠して誰が幸せになれる。そんなもん誰が望むんだ。真実だけが誰にとっても公平にそこにあるものなんだよ。それを沢先生から取り上げないでくれ。秘密を守りきれなかった。顔を上げてください。今日先生がネットに流した河合の死に顔、私も見ました。私が殺した憎い男の苦しむ顔を。
でもそれと引き換えに私は沢さんのことも巻き込んでしまった。先生のことも見捨てて裏切った。クズ本さん、私は怖くなったんです。いつかミツルも気づく時が来る。自分の母親がそんな腐った人間だと。そして先生にも。私のためにこんなおぞましい秘密をずっと抱え込ませるなんて、やってはならないことだと。そんな間違ったことをさせてはいけないと。だから私は警察に自首します。それでね、ミツル、お母さんしばらく帰れなくなる。ううん、仕事じゃない。でもこれからあなたには苦労をかけることになると思う。本当にごめん、ミツル。僕のことよりお母さんのことの方が心配だよ。え？お母さんはずっと何か迷ってることがあったよね。それを隠してる。多分僕が重荷になってるから。違う、そんなことない。無理しないで、僕にも分かってるから。実はさっきね、リハビリで少しだけ歩くことができたんだ。13年ぶりに。そう、すごいね。本当にちょっとだけだよ。でもね、お医者さんに言われた。いつか必ず一人で立ち上がって自分の足で歩けるようになるって。その時はさ、お母さんのことを今度は僕が支えるから。僕のことはいいから、お母さんは迷わずにやるべきことをやりたいようにやって。ごめんね、ミツル、ありがとう。はい。アポはいただいてなかったように思いますが。 RK の相馬克樹をご存知ですね。公安の潜入捜査官としてカムロ町の裏社会に入り込んでいたものです。彼はそこで非合法なことにも手を染めています。あなたはそれを全て承知しながら黙認している。何をおっしゃってるのか分かりませんな。相馬は今神奈川県警に逮捕されて取り調べを受けています。横浜で沢陽子さんが殺された事件の容疑者として。我々はその動機があなたから与えられた任務にあると確信しています。楠本玲子の弱みを探り彼女を操るための。そんな筋書きを表に出すつもりですか？それが真実であるならばもちろん。そんなことをすれば私はともかく国の重責を担う多くの方々が迷惑を被ることになる。その中にはあなた方の上司にあたる人も含まれるんです。あいにく官僚社会というのは決して一枚岩じゃありません。その重責を担う方々の周りには常にその失敗を願う敵も多いんです。私たちはそちらに協力を願っています。その結果
沢さんの殺害現場周辺で消えていたはずの防犯カメラ映像が見つかっています。そこにははっきりと相馬の姿が映っていました。誰がその映像を隠すよう指示してたか。あなたです、坂東さん。私は国家の秩序を維持するために裏で必要なことをしてきた。この国を救ったと言えることだって多々あった。そこに光を当てる気なら覚悟はいるぞ。そうでしょうね。でも一介の探偵たちが根性を見せてるのに我々検察官が寝ぼけてはいられんのですよ。一階の探偵たちが根性を見せてる。あ、そうか。あの高野健二が江上をそんな風にね。ええ、その場にいた真冬から聞いたんです。間違いありません。江原さんは三越場殺害の容疑で再逮捕。楠本玲子も河合真也殺害で、二人は取り調べに素直に応じてるそうです。じゃあ収まるとこに収まったのか、桑名以外は。ええ、肝心の桑名は行方不明ですからね。そうだな。今もどこかでいじめの加害者を殺してたりするんでしょうか。多分そんなことはないと思います。矢上さんに話を聞いた限りでは。ああ、やっぱ全然変わってないんだね。相変わらず汚い。何でも小綺麗にすりゃいいってもんじゃねえ。おっしゃる通りで、これは味というものですな。酒とつまみ。おい、そこのコンビニで済ませてきちゃったんだけど。じゃあタボ、寿司でも取ってやりゃ、少しは気前のいいとこ見せねえと。何言ってんの、そんなの心得てますって。よう、寿司の到着だぜ。特上5人前だ。感情は矢神につけといたからな。なるなるほど、こりゃおみそれしました。ああ、おい、なんだこりゃ、アボカドが乗ってるじゃねえか。どこの寿司屋で買ってきたんだ。まあ兄貴がそれ食わなきゃいい話じゃないですか。俺はアボカドをいける口なんだ。じゃあ代わりにウニとイクラを差し出せ。僕は卵焼きさえあれば大丈夫ですぞ。かわって河合の死体はこのまま置いていく。でも俺はここから消えさせてもらう。また闇の中に戻る。何だと。今桑名を警察に突き出すのは公安に首を差し出すようなもんだ。沢先生の殺害犯にされて下手すりゃ暗がりで口を塞がれる。それに俺が犯罪を犯したって証拠をお前らは何も持ってないはずだ。いや、だってお前いじめの加害者ってのを何人も殺し回ってたんじゃなかったのかよ。お前がそう言ってたんだろ。その証拠は何も残しちゃいない。警察には俺を逮捕できるだけの理由がない。法的に言えばお前らは俺が消えるのを黙って見ているほかない。やっぱり法ってのは融通が効かないし不完全な代物だよな。裁くべきを裁けない、救うべきを救えない。
俺はそのことをこれからも行動で示していく。ミツルのような子がまだ他にもいる限り、その子たちのためなら俺は自分の手を汚すことを意図はない。じゃあな。あんたの言う通り、法は完全じゃない。今の法じゃ救えてない人もいる。それでも変わり続けてるんだ。より良くなろうとしてる。確かにまだ時間はかかるよ。だから今ある法で救えない人間がいるなら、俺が守りに行く。ただしあんたとは違うやり方で。あんたが作ったの分かってんだかんね。マジでバレないと思った。何黙ってんだよ。おい、とりあえず言うことあんだろ。ごめんなさい。出たよ、やっぱり嘘ついてんじゃん。おめえクソだな。え、どうなんだよ。おい、嘘ついてごめんだけか。てめえんちの親はしつけどうなってんだ。これこっち向いて言えよ。私は嘘つきですって。黙ってんじゃねえよ。気分悪。何してんだろうあいつら。3対1女の子一人に寄ってたかって恥ずかしいやつら。誰だよ。くそ、おい来いよ。行くぞ。行くことないよ。そんなやつらと一緒にいることない。なんだよてめえ、関係ねえだろうが。関係ねえけど胸クソ悪いんだよ。ほんとそれな。マジで勘弁してほしいわけ。なんだよてめえら。君たちもう行きなさい。その子から離れるんだ。いやね、私もさっきからずっと気になってて。ほんとね、清涼の子たちでしょ。おい、もういいよ、行こう。大丈夫？すみません。嫌だったよね。ごめん。もっと早く助けてあげられればよかった。ごめんね。警視庁は今日、匿名の通報によって5体もの他殺体が発見されたことを明らかにしました。都内をはじめ全国各地で見つかった遺体はいずれも死後数年が経過しており、匿名の通報内容によると過去悪質ないじめ加害者であった人物たちとのことで身元の特定が急がれています。警視庁は直ちに捜査本部を設置。匿名の通報者が事件に関して何らかの事情を知っているものとして、各県の警察本部と捜査の連携を強めていくということです。